ばんは。ですね、ひなフェスをやってから女優ライト、なんかでっかいね女優ライトをいつもねつけてやってるんですけど、女優ライトを完全にひなフェス部屋に置いていってしまっていて、でもそれを移動するにはなんか大変なんですよ。すごいあれ移動するの大変だから、今日は光がないです。はい、私の目に光が宿っていないです。悲しい。女優ライト別の部屋にあって、いつもはこんぐらい多分光があると思うんですけど、ないです。はい、目に光がゼロでお届けしたいと思います。こうやってねずっとやるの大変だからさ、女優ライトと女優ライトがないですが、たまにはねこうちょっと上に上げたら光るんじゃないか。いやダメだな、うん、ダメだ、目に光がゼロ。こんばんは、こんばんは。こちらイヤホン充電切れて積んでます。そう、積みナチュラルでお届けしております。超楽しみです。お話会複数買ったよ、釣り元。来てくれた時にいっぱい釣ってあげるね。ああ、いなちゃん自然光って私、光ってるかな、光ってるかな、みんなどうかな、どうかな。ナチュラルひなちゃんまた良き、本当にならいいですけど、そういつもキラキラさせてるんでね、ちょっと物足りないですけど、目に光がないと物足りないですけど。あ、お月見できなかったのでちょうどいいです。私光りすぎてるな、月ぐらい光ってたらちょっと光りすぎてるな。あ、声かわいい、ありがとう。うん、照れちゃう。頑張んなそう、頑張んなそうねー。なんかちょっと今日本当にまったり気分だわ。打ち上げ祭でめちゃめちゃ笑ったから、なんかまったり気分だ今とっても。デートさん、パー頑張ったーと、めっちゃ可愛い、ありがとう。好きなさん、あざといって言ったら怒られそう。怒んないよ別に。でも別にあざとくってしてるわけじゃないんですけどね。そう、普通なんですけど。ひなちゃん、あ、テータさんレインボースターやと、キャキャーン、面白かった、めっちゃ。今日は打ち上げ祭で浴衣をね着てたので、こんな髪型をしております。SNS には浴衣姿を上げたから見てくれたかな。ペンライト色違うの、目線でリスク予定するの可愛すぎてずらいよ。カメコ STU あげたよ、見た、みんなの見てるよ、カメコ STU。 そう、私はね目が合った人にはニコニコするって決めてるので、別にこう違うね推しカラー、私はピンクと黄色なんですけど、別に違う推しカラーをこうフリフリしていつもね持っててもね、うんってしてるので、です。そう、ピンク浴衣写真見せてあげようかな。まだツイッターとか見てない人いると思うから、ツイッターとインスタストーリーに載せたのですが、本日の浴衣はこちら、ピンク、あー光ってるね、ピンクでした。かわいい。私ピンク選んでないんよ、何選んだっけな、
と LINE 見ないと思い出せないや。私はあった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 、そう、このね紫の浴衣か、これが第一希望で、第二希望がこのなんか水色と紫みたいな浴衣か、この第三希望はこれだったんですよ、なんか水みたいなやつだのに、私選んでないピンクの浴衣だった。私第1第2第3で送ったの紫色だったのにピンクになった。何、私 LINE 送ったのに何って言ってね。そう、私はもうピンク担当らしい、どうしてもやった日にはピンクを着せるらしい。そう、ピンクに決まってました、いつの間にか。幼い、もう幼い感じにするのかと思って、じゃあ髪型もツイン団子にしてもらおうってことで、ツイン団子にしてもらっております。そう、ちょっとピンク担当から脱却はできませんでした本日。送ったんに LINE ね、それなら最初からさピンクですって決まってた方がいい。私結構の中から選ぶんだよ、その浴衣、結構の中からさ一生懸命選んだのに、まあ。本当に面白い。おっしゃる通りです。結構の中から第1第2第3って決めたのに。怒り、怒り狂う岩田。分かってない、別に全然そんなにね気にしてないんだけど、そう、何色かなと思って見に行ったらピンクだったから、ピンクかいなっただけ。そう、そうなの、結局私はねいつもピンクになるんです。イエイ、可愛いでしょピンク、ピンク担当です、よろしくお願いします。スタッフ、またピンクでいいよね、絶対そうな、そう言われた、もう絶対 150-120% で言われてる。あー、やっとなんかもう LINE とか見なくて、もう俺でいい、このピンクでいい。絶対言われた。そして今もピンク着てる。そう、今日ちょうどピンク T シャツ着てて恥ずかしい、エコスガール。そう、このピンク T シャツ何年目ってぐらい着てるんだけど、本当に物持ちが良すぎてる。久しぶりに着たけど、このピンク T シャツ、ピンクと緑、ピンクと緑だよ。そう、ピンク好きですけど、あ、そういえばクッション買いましたよ皆さん、お気づきになられただろうか。このグレーのクッションカバーとこの紫の花びらクッションカバーに後ろを変えました。そう、前回は何のクッションカバーだったでしょう。絶対に答えれない質問、ひなでさえも覚えてない。何だったっけ、なんか白のレースの花のやつと、まあ、何だったっけな、何してたひな、思い出せんわ。ちょっとね、とりあえずね、秋冬仕様にしときます。そう、白白だったかな、白白で置いてたっけな、なんか忘れちゃったんだけど、ひなちゃんしか見てないから。一応可愛くしてんのに後ろ。いいけど、ひなに夢中になっとけばいいけどさ、確かにスクショ見返したらわかるかもね。そう、もう10月、そうなの、なんと今日から10月です皆さん、月始め、こんばんは、
10月よろしくお願いします。そう、どうですか10月は。昨日の新曲初披露の曲なのを聞いてるって嬉しい。そう、昨日ね新曲を初披露させまさせていただきまして、そう、なあ、そうなの、今年もあと3ヶ月なんで、もうあっという間すぎる。ママメマ、そう、ママメマね、10月からぜひぜひ皆さん月始め撮ってみてはいかがでしょうか。モバイルメール、 ST ホテルのモバイルメールはね、毎日ひなちゃんからメールが届くんですけど、だいたい5通ぐらいね送ってます。5通が多い時もあれば、ちょっと少ない時もあるけど、ひなちゃんはでもそのバランスが多分多い方が多いと思ってるので、そう、6通とか送っちゃう時の方がなんだかんだいいなと思ってるので、いっぱい行きます。とにかく毎日私のメールが、あ、そう、ファンクラブもね、あ、昨日告知し忘れたけど、私のボイスメッセージを聞いていただけましたでしょうか。9月限定ボイスメッセージ、9月限定ボイスメッセージ、多い方がいい、そう、多い方が多いから、1日5通とか言ってるけど、それよりもいっぱい来る時の方が多い。そう、なんかね、いっぱいね、やっぱ送っちゃっていいかなと思ってるから、メールはねどんなことでも送っていいかなって。今日は1234、今日はちょうど5通送っちゃうね。え、このさ、ショールーム配信も何時からするよみたいなのも送るから、メールは出ててね。ひなちゃんのファンクラブに入ってるメンバーいるの、いないんじゃない、さすがに。ただびっくりしちゃう。そう、ファンクラブ毎月ね限定のね電話をねみんなに送ってるんですよ。ボイスメッセージ、じゃあ先月のやつをちょっとだけみんなに今聞かせてあげよう。ボイスメモに残ってるから、まだ5秒だけね見てるか。もしもーし、こんばんはい、終わり。こういうね、あのちゃんとした電話をね取ってるので、そう、電話聞いた？お休み電話をね先月は限定であげましたが、今月は何にしよっかなーテーマって悩み中です。そう。短い、でもそのやり方あり、続きが聞きたくなるでしょ。会員証首長くして待っております。会員証まだみんなの元で届いてないの、やばい。かわち聞き忘れたけど、はしゃいでて面白すぎる。今もちょっとね、みんなに言い忘れてた。ちょっとちゃんと、ちょっとスケジュールにもう書いとく。10月の最後の日、スケジュールに入れとくわ。私また忘れちゃいそう。みんなに言うの。ここに、予定で、今月限定音声宣伝です。これでねもう忘れないです。はい、そう、会員証まだなんだね、届くといいね早く。そう、電話しますよ。
私は電話今月もしますし、そう、あのナイトルーティンの動画とツアーの動画とかをいっぱいあげたいの本当。そう、明日動画あげるね。ちょっと短めの、もうツアーが終わってすぐ撮った動画があるんですよ。あれ、ツアー終わってすぐに撮ったの私。あ、ツアー終わってすぐに撮ってさ、まあ、こうやってショートとしてね残してるので、あのこちらの動画をですねアップいたします。明日、そう、あのケーキのなんかやつと一緒にあげますなのでファンクラブの皆様ご覧になって、うん、そう、ツアーのやつもちょっと長めで動画撮ってるので編集しないとあげれないので編集します。ちゃんと、なんか休みの日がなさすぎてね動画編集できなかったんだけど、10月はね編集するタイミングあると思うから、多分あるよね。私のあると思うので、またファンクラブに動画どんどん載せていきますね今月も。お休みなかったね、もう何日間休んでないんだろうってぐらいお休みがないうん、いつかな休みがないのかってぐらい休みがない日々を過ごしておりますが、そう、まあ会場なくてもひなちゃんが私の歯って言ってくれれば大丈夫なところあるそりゃ思ってるよみんな、まあみんな大事なファンでございます、私の愛してるでございますよ。この夏は駆け抜けたよ本当に。そう、なんか神戸が一番最初のツアーの始まりなんだって思ってさ、神戸の記憶が全然まだあるみたいなそう、あっという間だったな。ねえ、初日ね、そう、私はもうこのツアーで本当にいっぱいご飯を、みんなで一緒に食べに行った思い出もすごい心に残ってるよご飯のばっかりするって言われちゃう。 ST はもうご飯の話ばっかりするんだって。 MC が全部ご飯の話なんだって。でも確かに、もう何度もご飯の話をしたら気が済むんだって思うかもしれないけど、私ご飯の話したいから話してもいい神戸もね、大阪もそう、亀子タイムだったのもよかったね今年の夏は。神戸の時は何月何日だあれは。写真を見ながら振り返りたい。写真はどこ、これはなんだ、これはなんかフェスだな。これだ。え、これ違うの、これ福岡だな。神戸っていつ、あった、あ、そうなの、私神戸の日神戸の日なんかリハーサルとかなんかいろいろでめちゃめちゃになんか疲れ目になっちゃってて、そう、目をね、二重幅が私ね疲れたら広がるんですよ。そう、3日前ぐらいからねずっとね左の目のね、朝起きたらねもうこうなってるんですよ。こうぐらい広がるんですよ私。そう、最近もねずっとね目が広がってるんですよ。
頑張ってね、朝目薬をさして直してます、この幅に。起きたらね、最近いつもこんぐらいの幅になってるの、本当に。そう。びっくりした。ね。神戸はそれだったんですよ、残念なことに。そう。残念なことにね、二重幅がとっても広くございました。ツアーのあげてない写真いっぱいある。ファンクラブにあげよう。夏の直す気はご用事の衣装を着れて嬉しそう。うん、神戸の日パンみんなで明石焼き食べた。わ、何食べたかな。ご飯の写真全然残ってない。神戸なんで、この肉まんの写真しか残ってない。肉まんね、肉まんしか食べてないかも。じゃあ肉まん、福岡か、福岡だな。福岡はいっぱい食べてるよ。むっちゃんまんじゅう食べてるね。むっちゃんまんじゅう知ってる、みんな。むっちゃんまんじゅうも本来かな。そう、多分本来のね、むたま、肉まん食べました。あとなんだ、この写真はなんだろうね。あ、そう、みほりんがくれた、なんだっけ、あれなんだ、いなり寿司だ、いなり寿司。福岡はあの パパンがいるので、福岡に、そう、おじいちゃんとおばあちゃんちがありましてね。なのでパパンと一緒にご飯を食べていったので、なんだか美味しかった。これ全部、うん、美味しかった。いっぱい食べた。明太子いる、明太子。あ、こういうの大好きなの。ほんとたまらない、こういうの大好き。と、もつ鍋食べましたね。福岡も楽しかったな。福岡の動画はね、ちゃんと撮ってるので、ファンクラブにあげていきます。あの、こうやってね、あの衣装をこうやって映して、これがこの衣装だよっつってる動画もありますので。はい。そして愛知県だよね、これは。お、出羽先さん、出羽先さんとハムサンドさん、ハムサンドじゃない、卵サンド。そう、うん、となんか動画に残してる。ピオリンね、そう、ちゃんとファンクラブにあげるように撮ってますからね、ご安心ください、ファンクラブの皆さん。ピオリンを食すような日のありますよ。と、あのご飯食べに行ったんですけど、見てください、カレーもつっていうのを食べたんですよ。愛知にお住まいの方いるかな。え、カレーもつって何。初めて見て、カレーもつがでもなんか有名みたいな、人気みたいな、名古屋飯みたいな感じでなんかなって、で、そう、福岡でももつ鍋食べたけど、カレーもつも食べたんですよ。愛知ってカレーもつ有名なの。おえーい、スマホが倒れてびっくり。どう、そう、カレーもつ聞いたことないよね、ってなって。食べた、メンバーで。めっちゃ気になる。おい、美味しかった、カレーもつ。え、本当に初めて食べた。そう、カレーもつって何、ほんまに
愛知のお住まいの方いないかな。カエムスって何？どこ発祥？ そう、美味しかった。でね、カレーきしめんを締めで食べた。カレーきしめんも初めて食べた。カレーきしめんってなんだと思って。そう、美味しかったです。そう、お疲れ様でした。ぴょんちゃん来てくれたのめっちゃ嬉しかったって。こちらこそありがとう。そう、そう、手羽先と味噌カツとピオリンのイメージ、本当にそうなんだけど、初めてカレーもつとカレーきしめんというものがなんかこうバーンって張り出されてたので食べてみました。美味しかったです。メンバーみんな美味しい美味しいな食べておりました。そう、やっぱカレーはね、本当に何にでも合いますからね。東京だね、これ。東京は芋ドーナッツ でも芋結局食べてないかも。なんか芋結局食べてない気がする。ドーナツは食べた。あら、嬉しそうにドーナツ持ってる。ドーナツは食べました。そう、ラインキューブさん、ドーナツだったかな。なんだっけな。昨日か。で、昨日だ。昨日か。え、じゃあ新潟型。新潟めっちゃ食べてる私。まず、おきちゃんと一緒にね、前日に行った焼き鳥。あと、なんかこれもカレーだったんだけどさ。なんで？なんで？なんかカレー推しなんかな、全国。全国カレー推しなん。カレーのなんか鳥がなんか新潟でなんか有名みたいな。そう、なんか手羽先とも違う、そう、なんかカレーの鶏が有名だった 新潟をカレー食べて、とご飯がやっぱ美味しいってことで、親子丼をおじさんと2人で食べた。親子丼と、あとでっかいおにぎり でっかいおにぎり。何味でしょーん。正解は明太子 明太子ラブなんですよ、私。めっちゃ美味しかったね、でっかいおにぎり。美味しかった。カレー味じゃないわ。そう、これもカレーやったら、カレー大好き人間やひゃん。そう。明太子、博多でも明太子食べたしね。なんか巡り巡って回ってるね、私。きっと食べるんじゃないてるもの一緒かも。あれ？話してて気づいたけど、私食べてるものほぼ一緒なの。怖い。おひちゃんと食べました。前日。一緒に。あと、なんかこれも初めて食べた。味噌カツじゃない、なんだっけ、デミカツみたいなやつ食べました。なんだっけ、美味しかったです。で、夜はこのモッツァレラスンドゥブみたいなやつ。バトのご飯、お刺身も食べました。めっちゃお刺身美味しかった。新潟のお魚美味しいね。そう、ぱい食べてるでしょ。で、昨日はケーキも食べたし、ビクロおじも食べたし、
焼きも食べたし、エビシューマイも食べたし、豚まんも半分食べた、半分食べたし、切ってやったんよ、優しい。で今日はジョジョ園の焼肉弁当を食べました。あと打ち上げ祭があって、メンバーとスタッフさんとで、それであのコストコパーティーもしました。はい、情報多い。うん、もう食べ過ぎてて情報量多いね。そう、もういっぱい食べたね、本当に。もう、うん、でも私このツアー期間中にマイナス2キロはしてる。うん、ちょっとなんか大阪で食べ過ぎて1キロぐらい1キロぐらい超えたら、ひまちゃんの質量が増えててびっくりした。うん、大阪ちょっと食べ過ぎたね。自分でもびっくりするぐらい大阪食べてたから、あ、確かにな、1キロぐらい私食べてたなと思って、ご飯。うん、そう、本当はマイナス3キロしてたかったんだけど、ちょっと大阪で食べ過ぎて、はい、残念なことに1キロ質量が増えてました、私も。そう、いっぱい食べたのに、でも2キロも落ちるぐらいね、こう動いたってことで、はい。1キロなんてすぐね落とせますからね。そう、そうそう、大阪でちょっと質量が増してるから今。うん、ほどほどにね、行きましょう。本当はマイナス3キロです、はい。1キロ嘘つく。なんかそう、なんか嘘知らないけど大阪はなぜか増えてんだよね。でも本当にいっぱい食べたんだよ。うん、なんか本当ずっと食べてたかもしれない。うん、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 ねえ、日本美味しいものいっぱいだよ本当に。いや、ほんとたこ焼きが、なんかたこ焼きって一口でいけるじゃん。なんかそれでなんかもう5個ぐらいたこ焼き食べてたから、やばい。この、この音はこんな感じですけど、ツイン団子、ツイン団子です。うん、確かに大阪2日分食べたからな。あっ、あくよ、みんな体に来て。大阪千秋楽なのもあって、いっぱい差し入れがあって止まらなかった。今見せたのやつ以外でも堂島ロールとか、あと普通にケータリングがめちゃめちゃに美味しかったんだよね。やばかったよ、ケータリングめちゃめちゃに美味しかったよ。なんかえみたいな、美味しいみたいな、あったかいご飯全部美味しい、これ。大阪美味しかった、めっちゃ酢豚とか美味しかった。もう酢豚めっちゃ美味しかった。あの酢豚作れるようになりたい。うん、いや本当ケータリングから離れたくなくなってたもん。大阪のケータリング美味しすぎる。だって朝やってきたらもうすき焼きじゃない、すき焼きかうん、すき焼き。朝からすき焼きがもうケータリングにあったんだよ。美味しすぎるでしょ、すき焼きと卵、だし巻き卵とご飯と味噌汁とかの、朝から置いてあって、え、美味しいみたい
朝からすき焼き食って踊れる踊れる全然、うん、なんか次の日にお腹空いてるじゃんみんな。やっぱ朝起きたらさ、なんか次の日にお腹空いてたからさ、うん、全然美味しかった。うん、朝リハーサルした後とかもうお腹空いてた。リハーサルがありますからね。2公演の時は3公演してますからね。お腹すきます旅館よりすぎ、本当にありがたい美味しいご飯。いやそう、胃袋がねあと5つぐらいあったらいいのにって思ったね何かケータリーが試食する回ないかな。いなちゃんおすすめの食べるみんなにも食べてほしいね。うん、本当にぜひぜひ。ちなみにさっきからたまに水みたいな音がすると思うんですけど、私が今スクイーズをもうこう握ってるので、そういう音が鳴ってるだけです。クイズ。スクイーズ握りたくなる。うんうん。リップの色ないか。うんま。クシュのいたずらの音かと思ってた。クシュはね、お部屋にいます。夜なので。さ、え、ヤギってよ、胃袋いつもあるの？初めて知った、それは。ヤギはお腹すくねえじゃん、すぐ。ひな一つでもお腹すくのに。ヤギさん、なったらお腹が好きすぎちゃう。ラインが。すごいいい写真、すごくない？この写真ちょっと保存してと。見て、すごいいい写真、今日のやつ。クリヒナちゃん、クリヒナちゃん、すごーね。インスタにさ載せたいの、器の写真とか。いでも一回ちょっとと思ってそう、インスタのちゃんとしたいからさ、一番なんて言ったらいいんだ、こう一番最初に来る画面、ちょっと割とちゃんとしたいタイプの人間なので、ちょっと一回ちょっと待ってと思って、そう、ちょっと待ってと。うんね、青春みたい。やっぱ青春だからアイドルって。応援してるみんなも青春だから、みんなで青春作ってるから。青い春だからいつだって青春だから。待って、かわいい、あ、かわいい、かわいいなと思ったらぜひぜひ左のバナーの、あ、山形イベントのやつありがとうね。また後でお礼ね。みたいなバナーの上の方をタップして、ほんのしっかり会いに来てね。そう、季節は秋だけどいつだって青春だから。うんうんうん。ねえ、
山が3年後も見れるから実家いる。ありがとうね。そう、山が昨日でねイベントが終了したんですけど、本当に最後までみんなが延長したよって言ってくれて、すごい嬉しかったです。まだちょっと結果がどうだったかっていうのはわからないので祈りつつね。そう、きっと大丈夫だ。みんなと一緒ならきっと大丈夫だと信じておりますし、本当にそう、延長してくれたみんなにね、ちゃんとね、雑誌で残ったらいいなってそう思います。今日もグラビア見ました、ありがとう。祈っててみんなも、滑り込みで延長したのありがとう。そう、結構みんな滑り込みで延長したよって言ってくれて感謝です。なあ、そうなんね、チェキの販売も開始しました。チェキ会はね結構私好きなんですよ。そう、いろんなコスプレして今月も撮ろうと思っております。今月じゃないか、あ、今月か、10月13だったかな。チキ会もねお待ちしております。チキ楽しみ、嬉しい。そう、チェキシール貼ろうと思ってるけど、時間を、そう、チェキ撮影に時間がねかかるんですよ。結構私コスプレしたり小道具持ったりするからさ、チェキ撮影に時間かかっちゃって、メッセージだ、メッセージもさ書きたいしと思ったら、なんか結構ドタバタしちゃって、貼れたらシールも貼ります。お、前回はメイドさんが当たりました。当たりだね。今回はねまだやってないチェキのコスプレが、チャイナのはしようかな、チャイナと、あと何のコスプレしてないかな、あー、何持ってるかな私。なんコスプレ持ちすぎて、何のコスプレ逆に持ってるかなってなってる今。時期の日仕事なので遅めに撮ろうと思うけど構え怖くて、ね、チェキはねそう割と人気なので1回の注文しかできないんですけど、それも3枚までになってるので、皆さんはね1回の注文にね、そう3枚欲しいって途中からなっても買えないので、もう3枚欲しいってなりそうと思ったら3枚お願いします。前回は警官とメイド、あ、そうだね、前回は警官とメイドしたね、確かに。何してないかな、次本名で申し込んでもいいか、全然いいよ。あのショールームでコメントしてくれたらね嬉しいけど、前々回はピンクアイドルと制服、やっぱチャイナはやってないね。なんかチャイナはやったことない気がしたんよ。あ、ナースはやってるのか。じゃあ結構やったな。私服2着、ナース、魔法少女、メイド持ってる。いろんなチェキ持ってるね、ひなの。ありがとね。なんだろう。なん
にしようかね。自分が今何のコスプレ持ってるかちょっとわからないや。あ、黒猫もやったね、確かに。でもチャイナはちょっと角でやるので、はい。一応あの3枚購入していただいた方はね、3種類ね、いつもコスプレと私服、コスプレ2と私服1で撮ってるんですけど、まあ、ちゃんと3種類ゲットできるようにするので、はい、なので皆さんね、ぜひ3種類のひなちゃんをゲットしてほしいなと思います。そう、2枚申し込んでくれた方は2種類のひなちゃんをゲットできてって感じになってるので、はい、そう、一応かぶらないように、そう、私服となんかみたいな感じにはなるようにする。そう、どっちもコスプレ、コスプレかもしれないし。私服欲しい。さあどうだろう、3枚申し込んでくれたら全部ゲットできるけど、さあどうだろう。そう、申し込んじゃいな、チャイナ、チャイナ、この髪型チャイナ似合いそう。確かにチャイナってこういうなんかお団子してるイメージある。タピカニタピオカ、タピカニタピオカ、え、もう11時22分だ。みんなびっくりしちゃうよね、ほんとに。びっくりしちゃった、もう1日が終わっちゃう。私何時から始めたかな、ショールーム。あれ、最近ハマったので今度お話し会で始めさせてもらいます。あー、当たりますようにって、嬉しい、待ってるひなちゃんも。当たりますようにだね、おつぴよー、おつぴよー。あ、おつ強めのメッセージ、あ、好きです、ありがとうございます。おつ強めでお送りします。あ、34から始めてる、ありがとう。そう、ひなちゃんチェキ初日なので10月13日やるのでね、そう、お早めに申し込んでくださいね、皆さんチェキね、忘れないで。ツイッターじゃない、 X にはまだちょっと宣伝してないので、明日には宣伝しますね。キスをあげるよ、やばい、頭から離れ。やつ、肩叩きしたい、えしてくれるの助かる。その時間見れなくてもいいですか、いいです、愛を込めて書きますので、私が、はい、メッセージも添えてます。ジャケ写サイン会もあるかしら、あれも好き、あるかしらね。ねえ、ジャケ写サインもいいよね、あのメンバー一人一人のソロジャケ写にできるからさ、 CD のこういうやつ。こうやった時にソロジャケ写ができるのいいよね、しかもサイン入り、いいですね。うんね、昨日大阪最前年に入れてか、ここ一番近いところから見えて感動した。ひなちゃん可愛かった、嬉しいね。結構なんか最善で見てくれる方の人、なんかこう最善にいる人、ひなの方の人がなんか多かったね。そう、多いって言ってもやっぱ人数に限りがあるから、その毎公演1人2人ぐらいいたのよ。でもすごくないね、いっぱいいた、大阪最善だった、みんなよかったね。
大阪最善だったの。みんななんか一人二人は絶対いたの。すごいびっくりした。ひなちゃんが「おい最善だ」って近かった。でもね、大阪は夜公演はね、あの練り歩きしたからさ、2階席の人にもねめちゃめちゃ近くで会えてね、最善よりも近い距離で会えてねすごい楽しかったです。うん、やっぱ2階席の人見えてるけど、でもお顔をこうしっかり見えるわけじゃないから、すごいしっかり見れて嬉しかったですねそんなことないよ、ちゃんと見えてたよ。今6月目生まれちゃったって言ってちゃんと見えてたよ。うん、うん、いや、うん、いろいろギナちゃん頭っこいってしまった。まあそういう時もあるよね。さすがに夢力の一曲分でね、一曲まるまるじゃないしね、半分ぐらいあるとして全部回れたらもう逆にどないみたい、それ見えてないよね、反の人見えてないよねちゃんとみたいな、スピードだけど今は狙い切りでひなちゃんが目の前に通っていただいて通っとくやっぱみんな狙い歩きは大興奮だったかな。そう、今後もね狙い歩きとかしたいねっていう話なので、コンサートとか、次はユミリンのあれか卒業コンサートがあったりするので、その時もできたらいいね。うん、うん、そう、シチュー側もノリノリだったできるんじゃないかな、もしかしたらと思ってます練り歩き、うん、トロッコも好きだけど、トロッコも好きだけど、やりひろいよ、嬉しいよ、また立てるのねえ。トロッコ好きってひなも好き、トロッコいいよね、可愛いですね。あら、ありがとう、ありがとう。広い会場トロッコじゃない、広い会場でも練り歩きするところはするじゃん。昨日 80% 以上のひなちゃん追っていたので、実質ひなちゃんソロステージみたいなもの。そうだね実質ソロステージ。東京でイベントないかな、あれ出るよ、私ギガギガフェスみたいな、なんだっけ、東京の幕張メッセであるやつ、7人で出るんだよ久しぶりに。だいたいさ、フェスは6人で出るからさ、ギガギガソニック、ギガギガソニックさんに出させていただきます。ドラゴン X、 そう、ドライグナイツでございます、幕張メッセ。
京のイベントは、それが直近10月7日ですね。でも結構早いんだよね、これ終わるの。始まるのも早いのか、で終わるのも早いのかな。なんか次の日公演だから、そう公演で、しかも2公演だから、そうです。ホテルにどうなのか、どうなのかって聞いたら、なんか、でも帰れる時間っぽいけどねって言って、あ、そんなに早いのか。そう、ゆうちゃんは泊まりたいけどね。なぜなら8時間を移動に、1日に8時間移動時間を使うのが、本当に私は背中が痛くなってしまうからね。おじいちゃんみたいな理由。もうおじいちゃんなの私。もう8時間の移動が、なんかトータルでね、トータルで8時間の移動がもう本当に発狂したくなるの私。ううってなるの。そう、いやいやってなる。違う。そう、私は泊まりたい。うん、泊まらせてくれ、私だけでも泊まらせてくれ。おばあちゃん、そうだね、せめておばあちゃんにしとこう。そう、背中に来るよ、背中に。東京に住もうか。東京に住んでも広島に行かないといけない時に、どうせ8時間だな。ってなっちゃう。そうだね。東京はそれくらいかな、今のところ予定で行かんといけんのは。あ、違うか、10月の21日が直接会ってお話できるの、お話し会がありますので、これは左のバナーの上の方をタップして会いに来てね。東京23区のマンションめっちゃ高いなってる。そうなの、東京に住みたいってひなちゃんがなった時に、高いとつらいな。高いとつらいな。うーん、あら、行くって、嬉しい、嬉しいよ。東京のみんな待っててね。東京に住んでるわけじゃないかもしれない、みんな前に来てくれるのかもしれない、待ってて。うん、一緒に住みましょう。うん、いい、家賃払ってくれる。やばい、さすがにやばい。うん、関西もたくさん来てな、関西も行くで。そう、東京の単独ライブは決まってないね。うん、フェスとお話し会で行きますだったね、今月は。うんうん、たくさん来てとは言いません、たまに九州も来てください。九州好きだわ私。私は西日本を愛しております、はい。ちゃんと愛してますから、うん、瀬戸内も含め九州までね、愛してますよ。昨日のコンサート大満足、感動して号泣してしまいました、また大阪来てねって、泣くほど嬉しい。なんかこう誰かの心にいろいろね刺さって元気が出た、そんな公演ができた、そんなコンサートができたの本当に嬉しいです。東日本も愛して、
ください。愛します。はい。うん、カメゴタイムのユミヒナで泣いてました。面白い。そうでもなんかヒナも、うん、なんかもうね、もうすぐユミヒナの卒業コンサートあって、11月とかなって、もうえーみたいな、えーみたいな、わかる、えーみたいなね、こんなね、信じられないことあるってぐらい信じられてないかも。うん、うんうん、インターナショナルな面白すぎる。え、本当にそう、まだ信じられない、本当にそうね、わかるよ。今年がもうあと3ヶ月で終わってしまうけど、もう本当にあっという間に過ぎ去って行き過ぎて、メンバーも年月もね、ピコチとの冗談の会議好きだった。私もいっぱい報道した。ちょっとカメ子さんの説明お借りするね。ね、好き子供したのあるんだよ。これはあの路中写真をしてたんですよ実は。こうやってチューってある写真をあの撮ってもらって、はーいだ、そう路中路中ってリコチが言うから、それが面白すぎて、みんなパパラッチってことってめっちゃ笑ってた、ステージで。おもこいが始まる前にめっちゃ笑ってた。パパラッチに撮られたって言って。そうそう、うん、そう、大爆笑してた。あとめっちゃこの写真も見るね、あの私がかぶり女してる時の写真もめっちゃみんなに撮られてた。うん、めっちゃ、もうめっちゃこの写真たちある、縦も横もいろんな方向からある。うん、そう、本当に面白い。冗談のリコチとココアとの絡みの写真も、なんかこうやってやる瞬間があるじゃないですか、なぎいちで。なんかさ、こうやってメンバーが運ばれるやつあるじゃん、振りで。あれを最初はひなを運ぼうみたいになったのに、ココアがあのひながそのかぶり女してる時の真似をして、そうやってよみたいな、レスしてないでやってよ、そう運んでくれなかった、本番レスしてた、私がかぶり女レスして、あ、気づいてなかったみたいな時にの真似されてた。あと何だったっけ、あのそう、次はあのリコチがなぜか普通に寝る。そう、誰も運ばず普通に寝るっていうのをやってて、起きて起きてってやってて、最後はあのみんなで寝た。追加公演昼夜みたいになったんだけど、そう、1回目はココアがひなの真似して運んでくれない、2回目はリコチが寝る、3回目はみんなで寝るね、そうこうやって
誰も運ぶ担当をしない、みんな寝る担当ね。そういう写真も上がってますので、ぜひぜひハッシュタグ岩田ひな、ハッシュタグ亀子 STU をご覧になってください。そう、なんかリコチ本当に弟子がもう本当に面白すぎて、このツアー期間で弟子大好き度が上がりました。私はデスチラブ本当に面白い。そう、本当に面白いですね。そう、それ聞いたらまた泣いちゃうデスチ泣いちゃうかも。そう、ひなさん嬉しいです面白い、うん、え、そうね、選抜だからね、一緒にいる時間も入っていくと思うので、楽しみです。私はそう、弟子と一緒にね飲みたいね。うん、絶対面白いもん。うん、喉がそう、弟子はもうシラフでもうお酒入ってるでしょだからね、本当に面白いよねそう、弟子と飲みに行きたいな。でもね、飲んだらテンション高くなるタイプなの。なんか笑っちゃうの、めっちゃ笑っちゃうタイプなの私もう大爆笑しちゃうの私。だからいっぱい笑わせてくれそうでね、一緒に飲みたいんだ。お腹鳴った、消化してる。いやグーグー言ってます、お腹がグーグー言ってるよ。消化を始めた、お腹がもうずっと初恋サイダーが頭から離れ、初恋のサイダー、やばいやばい、赤ちゃんテンションになってきた、眠たくてじゃあ本当に肌白い、まあ、今年も焼けなかったかな。なんか今照明がなさすぎて肌黒く見えるけどね。うん、そう、バブすぎてる今。ママの気持ち、ね、夏休み遅かったね、さすがに。なんか夏フェスもね、割とね日焼け止め塗ってたからね。ビシュ、なんでこんなにかいの変な体操なんてきた。ちょっと髪の毛ほどいてもいいか、パパだよって。パパ眠たくてさ、髪の毛こうやってほどくのもいつも疲れてさ、なかなかできなくなっちゃうからさ、配信終わったらちょっと髪の毛取るわ。どうなるかね、気になるしね、この髪の毛をほどいたら。お見て
見て、変な髪の毛笑うた。パヤパヤしてる。エビ天じゃん。エビ天すぎるな。ちょっとエビ天、こっちもエビ天にしときたいな。ピンいっぱいあるな。ピン何個出てくるんだこれは。エビ天、あ、もう一個ある。どこどこよ。あったあった。え、なんかこっちもさ、あ、こっちも2ついる。いや1つだよね。こっち1つなのにこっちは2つでできてたんだ。ええ、あ、あるかも、あるかも、あるかも。待って、まだピンいた。あ、あった。見て、2つエビ天がありますよ。さ、交互に。ひなちゃん、練り歩きの時バーンしてくれてありがとう。あ、覚えてるよ、めっちゃ。バーンしてのうちは持ってた子だ。こちらこそ。バーン。練り歩きの時はね、ああいううちわがすごい役に立つんだと思った。私は、そう。私はね、やります。練り歩きの時に、何々してきれば。エビ天4連になりました。個性強めの髪型。どう？個性強すぎる？みんなにはちょっと個性強すぎるか。これを届いたら多分普通のね、くるくるツインになるんだと思う。私髪の毛ね、強いからね、どんなにアイロン通してもさ、アレンジをしてもさ、明日ではね、サラサラになってるんだよ。めっちゃ強なの。あたち髪の毛めっちゃ強なんですよ。ついにしときたいな。今からお風呂に入るからね、ついにするよ。なるべくほどくよ。うん、喉がガッサガサになってきた。よいしょ、よいしょ。お腹なった。可愛すぎて歌えたのうまくできなかったから練習する。可愛かったけど、わぁってなってて歌えた、キャーみたいな。できた、できた、よし。なんか幼ツインだとめっちゃ幼いね。バブだー、バブピヨ。どう？うんうんうん、ピンは合計、待ってよ、12345678999本。今日はピンが刺さってました。髪伸びたよ。今ちょっと短く見えるけど髪は伸びました。そう、なんでキスなんだ。なんかどっちかどっちかはさ、はなんかいけたんじゃない。ちょっと一個少なくこういうね、ツイン団子してたんですよ今日。なんかツイン やってこなかったんだけど、髪の毛短すぎて。意外と可愛いかも。なんかこの画面で見るけん可愛く見えるだけ。幼すぎるか、やっぱちょっと短い髪の毛でツインしたらね。やっぱ幼すぎるな。昨日娘と連番させていただきましたって、ありがとう娘ちゃんと一緒に。
喜んでたかな娘ちゃんも。あらかわいい本当にこのおっぽすぎない、この長さでツインした。あ、そう、今日はここにも、ね、実はアレンジが入ってるんですよ。見えにくなんか編み込み入れてるのかと。いやー、かわいい。あと、みんながかわいいって言ったら、ひらちゃんやっちゃうからね、普通に。普通にこの長さでも、ツインしちゃうよ。ちょっと、照れるけど。幼く見えて照れる。本当にみんなそうだよね。もう今ここにいるみんなひらちゃんに甘々すぎてるというか、もう甘やかしてるよね、ひなのこと。うんうん、喉が痛い。ね、全肯定だよ、本当に甘やかしてるよね、いつもひなのことをさ。ひらちゃんが多分30歳になってツインテールしてても可愛いって言うんでしょ。そう思ってるからね。そう。ね。なっちゃんが30歳になってツインテールしてて、キャワイイって言ってるんでしょ。10年後もきっとみんなが甘やかすんです、ひらちゃんのこと。40になってしてても思うよ、20年後もありがとうそんなに甘やかしてくれるなんて。もうこんなにひのちゃんのことを好きでいてくれる人はもうみんなしかいないよそうだから、もし40歳になってひのちゃんが一人だったら、みんなと結婚しますおもしろすぎるよ、うん、うんうんうん、ね、可愛い人は何歳になっても可愛いね。でも本当にいいのもそれは思うので、なるべく私は何歳になっても可愛い人でいたいなってすごく思ってます。何歳になっても可愛い人っているよね。それになるんだ私は。みんなもなろう。何歳になっても可愛い、かっこいい、なろう。うん。次もし今度本名に変更、ちょっと恥じって。の楽しみだな。うん。ねえ。30年後70歳です。ひなちゃんも30年後は50歳です。はい。信じられない。だが50歳も可愛いおばあちゃんになりたいと思います。やばい、54分だ。そうそう、男女さん呼ばないと。で、女の子のみんなは、一緒に可愛いおばあちゃんになることを目標に頑張っていきましょう。うん。そう、美魔女になる。私は。可愛いおばあちゃんになる。可愛いおばあちゃん言うよね、たまに。ありがとうみたいな感じのおばあちゃんになりたい。うんうん、ありがとうみたいなね、おばあちゃん目指してます。はい、
ランキング読んでいこうかな。3年くらいで結婚してるよね。なわけないでしょうが。してたらびっくり。うん。うんうん、想像、想像できるの面白い。ありがとう。すっごいちっちゃくなってそうなんだよね、私。こんぐらいのサイズかも、おばあちゃんになったら。すごいちっちゃいおばあちゃんになってそう、私。ね、なれるべく背筋ピーンで生きていきたいと思います。背筋ピーン、ラン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 ドセル、テテンテン天使の羽。13位がケントクさん、ケントクさんのことが好きなゾーン。12位がステラさん、ステラさんのことが好きなゾーン。父ユウキさん、ユウキさんのことが好きなゾーン。10位マコトさん、マコトさんのことが好きなゾーン。9位ドリンさん、打ち上げさありがとう感情、結婚結婚。8位ヒロさん、ヒロさんのことが好きなそう。7位ザッキーさん、ツアー大阪ありがとう感情、結婚。6位ハナちゃん、大好きなそう。おい横綱さん、横綱さんのことが好きなさん。4位ツーさん、10月のひなたも可愛いです。10月のひなたも時期。最前時を太郎さん、お話し会今月から楽しもうね。ね、楽しみ、会えるのもね、会えなくてもね、いっぱい話せるのも嬉しい。ね、ハスタン、3日間最高、レッスンもいっぱいありがとう、好きなそう館長ってね、いっぱい会えて嬉しかったよ、好きなそう感情感情。そして1番トロロパパン、ホテルの坂道グループ行こう、生きがいさんです。机は忘れない、いっぱい目があった、いっぱい目あったね、本当にね、いっぱい目があってよかったでございます。ということで、あ、休みなさいだね、もうみんな寝る時間です。私もこのピンを取ったので、ゴムも取ったしピンも取ったので、お風呂に入って寝たいと思います。はい、お風呂に入りましょう。まだお風呂に入ってない皆さんは一緒に、一緒に。語弊が生まれそう。はい、ということでね、あ、少しカメコスティーして寝ます、嬉しい。カメコスティーの写真も見ています。本当に最高の夏をありがとうみんな、うん、ツアーを改めてこう振り返ってみても、やっぱ全部楽しかったなって、うん、なんかずっと楽しかったなってこの夏は思います。みんながいるからね、みんなとの思い出ができるのでね、本当にいてくれてありがとうの気持ちです。この秋もね、一緒に楽しい思い出作っていきましょう。そう、ぜひぜひね、お話し会10月からね、直接会えるお話し会もオンラインも受付中ですので、こちらの左のバナーの上の方をタップして申し込んで会いに来てくれると嬉しいです。いっぱい待ってます、会いに来てくれるの。秋も楽しい思い出作っていきましょう。では10月よろしくね。今日も一日おつぴょんでした。バイバーイ。スクショタイム。10